い、ではですね、続きまして国会の仕事について触れていきたいなと思います。まずですね、国会の仕事としてとても大切なことがあります。まあ、それがですね、3つありまして、3つあるうちの1つ目、はい、まず一番最初いきますよ。はい、法律の制定です。はい、でここでは法律をですね、まあ、国会が制定しますよっていう、まあ、それはまあしっかりと覚えておいてほしいんだけれども、その法律ってどんな風にできるのというところをですね、お話しさせていただければと思います。はい、まずはですね、こうね、法律案ね、法律作るためにこんな法律ええんちゃうかっていうね、案をですね、作るんです。でその案っていうのをこうね、内閣が作ったりとか、まあ、国会議員さんが作ったりするんですね。まあ、こうね、いろいろ考えてこう案作るんです。じゃ作って次どうするのかっていうと、はい、議長さんに出すんですね。はい、まずは衆議院の議長さんにですね、はい、こちらの案ですどうぞ言うて、で議長さんがもらいます言うてね、でまあこうもらうわけなんです。でその議長さん、それね、もらいます言うてもろうてからどうするのかっていうと、この委員会っていうのを作るんですよね。でその委員会っていうのは、これ何なのかっていうと、それぞれですね、まあこういろんな法律っていうの分野があるわけじゃないですか。そのこのいろんな分野がある中でを、その分野にこう特化してですね、まあこう専門的に話し合う機関というのがあって、でその委員会にですね、ちょっとこれ考えてみてよというふうにこう出すわけなんですよ。でその委員会の中でも、やっぱりですね、もうこうみんなプロフェッショナルなのかって言われたら、そうじゃないんですよ。でその中でこう専門家とか、あとはですね、この法案作って損する人がおらんかとか、だからそういう利害関係者の意見を聞くために公聴会っていうのがあるんですよ。その公聴会といったところで意見聞いて、まあこう委員会が、まあこう最終的にこの本会議に出しますよといったところで、本会議でこういう法律案がありまして、これはこうだと思います、どうだと思いますっていうのはですね、話し合われて、じゃあ衆議院の中でね、ああもうそれも OK ですと、いいね言うて可決されたとします。だから可決されたらどうするのかっていうと、この法律案をですね、こうね、まとめまして、次ですね、参議院の議長さんに出すわけです。 OK、 ここで可決された参議院の議長さんに、すいませんお願いします言うて渡すわけなんです。そしたら議長さんが、ありがとうございます言うてもらうわけなんですよね。でそれをもらいまして、参議院の議長さん、このね法律案どうするのかっていうと、はい、次ね、こうまたね、参議院のその委員会に出すわけなんですよ。ちょっとこれあんたら専門やから、ちょっとよう見といてって言って、そしたらですね、その委員会はですね、同じようにですね、まあこうですね、専門家とか利害関係者の意見を聞くために公聴会などをこうね、申して、催してですね、まあこうね、こう話をしていくわけなんですよ。あらや、こうや、言うてね、話してね。で、もう一回この参議院でもこう議論して、で、その議論してから次本会議に出すわけなんですよ。OK。で、そして参議院のこう本会議で、またこうですね、まあ可決されましたと。はい、もう決まりましたっていう風になってきたら、まあこうですね、まあここには書いてないけれども、内閣のこう署名を経てですね、はい、最終的にこの法律っていうのは、まあこう天皇が、公布するっていう形になってます。で、これはね、ちょっと違和感あるかもしれへんねんけど、こうね、法律っていうのは天皇がこうですね、公布するものであるっていうのは、ちょっと覚えておいてほしいなという風に思います。OK? で、続いて、この国会の仕事、はい、このね、ここがですね、めっちゃ大事やから、ちょっとしっかり覚えておいてほしいんやけれども、はい。まずはですね、国会の仕事で大事なこと3つありますって言いました。そのうちの2つ目がこの予算案ですね。はい。この国家、国家を運営する中での、その予算案の議決を行います。これめちゃくちゃ大事です。で、そして3つ目。はい。内閣総理大臣の指名です。これはですね、しっかり覚えておきたい。さっきの単元でも触れましたよね。まあこう特別国会でね、内閣総理大臣を指名する。これが国会の仕事なんですよ。内閣総理大臣みたいな感じでですね、何々君みたいな感じでこうね、指名するっていう感じですね。はい。あとはですね、まあこう条約とかっていうものをこう承認したりとか、あと憲法改正の発議ね。これはですね、やっぱり最近テーマにこう出がちなので、結構やっぱりテストにも出ると思います。で、憲法改正の発議の時に注意したいのはここです。はい、各議員、まあね、それぞれの衆議院、参議院ってことね。衆議院、参議院の3分の2以上の賛成が必要。この3分の2っていうね、3分の2っていうところをですね、そうしっかりと覚えておいて。OK、これもめっちゃ大事やから。これ3分の1じゃあかんからな。3分の2やからな。66.6% ってことだからな、はい、3分の2以上の賛成が必要やでって言ったところです、はい、で続いてあとね、この国勢調査権の行使っていうのがあって、この国勢調査権っていうのは国会で審議する上で十分であるかっていうものをですね、まあ、調査するっていう、まあ、そういうものの、 この調査権っていうのがありますよって言ったところです、はい、でそしてあともう一つっていうのがこれ弾劾裁判所の設置、
こう断崖ってなんかめっちゃかっこよない？僕めちゃくちゃ中学生の時好きやって、だから断崖ってさ、このさ濁音がうんうんって入ってて、なんか超かっこいいや、断崖みたいな感じのさ、こう響きがめっちゃ好きやなと思ってて、はい、断崖裁判所って覚えやすかったなと思ってます。ただ漢字ちょっとむずいけどね、漢字ちょっとむずいけどしっかり覚えていきましょう。で、断崖裁判所って何なのかっていうと、裁判官を裁判するための裁判ってこと。だからもちろんこの裁判官っていうのは、まあもちろんね、まあ、法律に特化しててめっちゃね勉強してめっちゃ偉い人がこうやってたりするんやけれども、その裁判官の中でもなんかちょっと不正を働いてたりとか、なんかこの人ちょっと裁判官としては不適任ちゃうかみたいな人も中にはおるねんな。じゃあそういう人をこうですね、まあこう裁判するための裁判っていうのは国会が行いますよっていう、そういうところもですね、まあこう国会の仕事としてありますので、まあ、しっかりと覚えておきましょう。